ーイ、始まりました。 NMB48 のしゃべくりアワー、イエーイ。皆さんこんにちは、 NMB48 の塩月ケイトです。そして、はい、ハーサこと南ハーサです。はい、ちひこと川上千尋です。はい、石塚です。よろしくお願いします。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  NMB48 のしゃべくりアワースタートしました。この番組は普段は NMB48 が各週月曜日から金曜日、ショールーム大阪スタジオより生配信を行っているのです、今回はリモートで4人でお送りします。はい。今日は、私、南ハーサと、塩月ケイトさん、川上千尋さん、石塚あかりさんが、その4人でお送りします。お願いします。はい。お願いします。はい。そして、なんと、はい、約3年続いたしゃべくりアワーが、今週で最終週となるとそうです。やだー。やだー。あの、もうね、いなくなった。いなくなった。そうです、ね。はい。いつも以上にしっかりと最後までどうぞお付き合いください。はい。お願いします。お願いします。いやー、もう今週で終わりってどうしましょう。ねえ、ね、寂しいね。びっくり。びっくり。何飲んでるんですか、ちょっと。ごめん。麦茶。すみません。麦茶。ふうと思って、俺にもぎちゃいコメントとかもいっぱい、ね、コメント自前だったね、オフラインにね、うん、そうですよ、本当や、ね、コメントとか来てますか。コメントめっちゃ来てますよ。こんにちは、寂しい、寂しい、寂しい、こんにちはっていう寂しいってね、寂しいですよね。うん、毎日やってましたからね。ね、やってたよね。ね、はい。そしてこの番組はですね、ショールームの機能を使って皆さんにも参加してもらいながら楽しく過ごそうという番組です。なので皆さん、あのアイテムをね、投げたり、右下にあるアイテムを投げたり、コメントをぜひ、寂しいでも楽しいでも何でも書き込んでください。よろしくお願いします。お願いします。なんかお祝いのやつ来てるわ。何これ。あ、ありがとうございます。嬉しい。どうも、はい。コメントやアイテムを投げるためには、はい、無料のアカウント登録が必要なので、まだの方は会員登録をお願いします、うん、私たちとコミュニケーションを取ることができますので、ぜひ楽しい時間を過ごしましょう。はい、お願いします。過ごしましょう。はい。ちなみにショールームではユーザーの皆さんが投げたポイントが多いほど、皆さんのキャラクターが列の前の方に出てくるようになります。名前を呼んでほしいという方は、前に出てきていただけると話しかけやすいので、ぜひ積極的に参加してみてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。でもこのしゃべくりアワーも3年もやらせていただいたんですね。ね、うん、はい、びっくりしました。案外、うんうん、なんかさ、 NMB って、はい、メンバーがなんか結構やってる子はいるけど、そんなショールームやらないっていうファンの人の認識らしくてで、しゃべくりアワーでメンバーの顔が見れるからめっちゃ好きやったのにっていうファンの方がすごい多くて、確かに。そうだから、これからは自力でそうですね、もうちゃんとね、なくなっちゃう分ちゃんと自分たちでやらないとですね。そうですねそうね、確かに他のグループ の48グループの方と比べても、はい、毎日アイドルってやってるメンバー少ないですもんね。確かに一人もいないんじゃないですか。いや、でも7期生とか。みんなどれだけ配信してる。あ、そうね、気になる。え、私はでも1ヶ月に3回とかですか。え、おお、でも多いですよね。確かにちひさん結構やってるイメージあります。うん、あります。そうなんだ。そう、どんなことをしてるの、1ヶ月に3回も。みんな何してんのとか、コメントで話したり。雑談かな。うん、そうです、そうです。OK は？私は、月によって全然違うんですけど、うん、うん、この前でもやりました、つい最近。さては、やってないな、あまり。でも、そうなんですよ。何バトルが始まって全然できてなかったんですけど。確かにね。うん、あ、でも、まあまあ、ちょくちょくしてます。お母さんは？
私もやらない方です。ダメじゃん、もう最後かもしれん、本当に。自覚はあるんですよ、やらないとっていうのはあるんですけど、うんうん、なんかいつも気づいたらもうすぐお風呂入ってメイク落としちゃってるんですよね。あ、そうなりますわ。あれはどうですか？私、あ、え何の話だっけとか言って。全然やってないんじゃないですか。まあ、でも配信用セットはねめちゃめちゃあるのにしっかりしてるのに、一番本当静かの配信見たことないでしょ、みんなすごいんだよ、ルーレットとかしたりするんだよ。ルーレットを自分の横に出して、はい、そのルーレットを回したりとかしてるんだよ。そうなんです、ショールームをやってください。ショールームやってるよ。話してるよ。ね、やりましょうね、みんな。はい、やります、ちゃんと、はい、頑張ろう。頑張ろうね。はい、もう今春になってきて、はい、ショールームとか新しいこととかいろいろね始める時期だと思うんですけど、確かにね、その季節 の、 さ、うん、そのギフトのさ、なんかやつとか変わるじゃない、今だったらなんかクマさんがこうシュッみたいな、あ、はいはいはい、季節によって変わります。なんかクマさんが仮装したりとかする、うん、あ、かわいいですよね、うん、かわいい、すごい最近なんかめっちゃ進化してて、動くスタンプとかめっちゃあるじゃないですか、うん、うんうんうん、うん、あるんだそんなの、はい、なんか出てきて動くんですよ、なんか急にここら辺飛んでたりしますよ、ね、飛んでたりする、なんか時の表力も変わったな、すごいなんか時代ですよ、そうね、時代。この前ケイト鼻からスタンプ出てきました、鼻しょうがない、ちょうど画面上が、ちょうどね、はい、特にミラーボールすごいと思うって来てますけど、ミラーボール、あー、ミラーボールね、めっちゃあのでもちょっとファンの人がハマったら、うん、あのちょっとめんどくさいことになります。あ、はい、それは、それ経験できないです。ミラーボール、私カラオケの時によくミラーボールを投げてくださってたんですけど、でもカラオケボックスから配信してるってことですか？あ、違います、家であのカラオケ配信っていうのができて。そうなの？そうなんですよ、でそのやってる時にミラーボール投げてくださるんですけど、なんかそれを通常の配信でも投げてくださるようになって、うん、私がなんかちょっとサービスと思って歌ってたんですよ、はい、ミラーボール来たら、うん、あ、はい、こう踊ったりしてたら、うん、もうずっと投げてくるようになっちゃってありがたい、ずっとチカチカしてる、そうそうそう、ずっと踊らないといけない、そうなんだ。面白かったな。ミラーボール、ね、今日の配信でちょっとミラーボールで見れたらいいね。あっちゃんほんまに首がしますよね。確かに、じゃあ、うん、アンチョさんが踊り出したらみんなも踊り出すし、あ、そうそうそう、あ、決まりました、なって思っといて、思っときてます。もうね、あの配信中であろうが何であろうが、もうミラーボール来た瞬間にもうね、その話ブツンって来ても踊り出すからね。楽しみに。すごい、どんなんのやろう。うん、確かに、まあ、おもろい、ミラーボール来そうな予感はないですか？これだよね、多分。これかな、どれやろう。ほんまに、ほんまに来たんか分からへん。え、これ多分来た。そう、本当ですか？あ、やばい、今日の配信配信なんないよこれ。頑張る配信、やばい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 、3秒くらい踊りますと。はい、そうします、そうですね。配信喋られへんな、今日の配信。そうね。今日は最後なのに。なんかあいつ喋らないで、ミラーボールだけ。みたいなことになるかもしれない。はい、今日はこの4人でこんな感じで配信をお送りしたいと思います。はい、大丈夫かな、でいいですね。はい、番組ハッシュタグは、ハッシュタグ NMB48 のしゃべくりアワーです。番組の感想などどんどんつぶやいてください。はい、はい、番組終了後私たちもチェックするので、いいことをたくさん書いてください。はい、
ということで今日は18時までよろしくお願いします。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 では早速初めのコーナーに参りましょう。初出し NMB48。 イエーイ。はい、このコーナーはメンバーの身の回りで48時間以内に起こったお話や、写真を初めて発表してもらおうというコーナーです。それでは私の初出しから参りましょう。かわいいケイトちゃんから私の初出しはこちらです。じゃじゃん。念願の何今日は念願のドーナツを食べたんですよ。かわいいっていうのもこのドーナツにありつくまでにすごい時間かかって、本当に1ヶ月ぐらい多分経ってるんですよ。最初にすごいやつ、最初に見つけた時に食べたいと思って、でそのお店に行ったんですよ、でもそのお店が開いてなくて、で結局食べれずに帰ってきて、でまたでもどうしても食べてみたかったんですよ、そのドーナツを、なのでまた行ったわけですよ、でもまた閉まっていて、いやもう確認せえよ、それはそれはもう本当に5回ぐらい続けてて、行っては閉まっていて食べれずに帰ってくるっていうので、それで昨日またもうお話し会だったんですけど、その間に家族が買いに行ってくれてて、優しいな。そしたら、そうなんです、空いてなくて、でも他のもう1店舗なら空いてるってことになって、そっちのお店まで行って買ってきてくれて、今日やっとのことで食べることができました、おめでとう。どんな空いてないドーナツ屋さんあるんや。そうなんですよ、全然空いてなくてすっごい運が悪くて、行ったのもめちゃくちゃ人気で並んでて、開店してからもう1時間ぐらいしか経ってないのに、ほぼなんかいろんな種類あるんですけど全部ほぼ売り切れになってて、こんな人気なの、大人気だったんですよ。なんか普通のドーナツよりもちょっとなんかもっちりしてるドーナツみたいな感じで結構人気らしくて、めっちゃ気になりますね。受けました。ドーナツかな。お腹空きました。いいですね。可愛い。私の初出しは以上です。はい。ではお次どうぞ。はい。それでは次私が発表したいと思います。はい、はい、私の初出しはこちら、イメチェンです。あ、なんでどこが、もうすんごい今特に分かりにくいんですけど、ほんまについさっきしてきたんですよ。実は髪を染めました。気づかなかった。わからな。そうなんです。でもうっすらだと茶色になってるんですよ。だからこれはね、ちょっと今すんごい全然黒なんですけど、ちょっと光をピカーンと当てたら、茶色。あれか、高校卒業したからってこと？はい、もう1年前に卒業してます。じゃあごめん。なんか一回ここ染めてたよね、イヤリングカラー。あ、そうなんです。一回青とかにしたことあります。すごいね、かわいい。そうなんです。かわいい。全体を染めたのいいですね。初めてですね、全部染めるの。でももっともっといろんな色やりたいなって欲が出てきました。一回染めちゃったら、もっと真っ金にしたいです。明るい。想像できないね。確かに怒られちゃうね。そうです、怒られちゃいます。怒られちゃうよね。そうなんです。いな、染めたいな、髪の毛。ね、でもアンチュさんも結構なんかインナーカラーとか入れて、そうだよ、かわいい、めっちゃかわいい、かわいいです。もかわいかったです。ダンボールカラーにしようって来てるけど、でもねそれありなんですよ。めっちゃ考えました。あ、そうですね、次やろうかなと思います。そう、確かに可愛いかも。
髪の毛茶色だねって、違うよこれダンボールカラーだよって何色なのダンボールカラー、あれも本当によく見るあのダンボールカラーじゃない、茶色、うん、なんて言ったらいいですかね、美容師さんにダンボールの色にお願いしますって注文するんですか困惑するぞ黄土色みたいな感じ、あーダンボール、ちょっとやってみたいね、でも良さそう、ハーサだからもう良さそう、確かに楽しみにハーサのダンボールカラー、ちょっと待っててください、次ダンボールカラーで OK、うん、楽しみ楽しみ待っててくださいはい、じゃあ続いていきます、はい、じゃん、グッドスプーンに行ってきた、おついさっき行ってきました、おなんか今 NMB とそうコラボをさせていただいてるんですけど、うん、あのグッドスプーンの難波店さんに行ってきました、おもうめっちゃファンの方がいらっしゃって、大盛況してて、すごっ、そうで行ってあのゆいなのコラボ商品を食べて、うん、でミルさん の, あのチーズティーですかを飲んだんですけど、うん、もうどれもめっちゃ美味しくて、で、うん、サインも書かせていただいて、うわ美味しかったって言って、でファンの方ともねちょっとコミュニケーションを取りながら店を後にしたら、うん、店員さんがちょっと忘れ物ですって言って、私忘れ物して何忘れたんやろと思って、なんかちょっと店内戻るの嫌じゃないですか、忘れ物によってはちょっともう置いて帰ろうぐらいの気持ちでそうちょっとファンの方の中に行くの恥ずかしくて、ちょっとチラって見たら携帯を忘れてたんですよ、あらめっちゃ恥ずかしかったです、ちょっとすいませんとか言いながら取りに帰ってちょっと恥ずかしい、ファンの方がいるから余計にちょっと恥ずかしい、うん、そうなんです、バイバイとかなりますもんねちょっと誰か取ってきてぐらいに思ってました確かに恥ずかしかったんです、恥ずかしかった、美味しかった、ね、かった、うん、でもめっちゃ行ってほしいです、コースターとかももらえるんで、注文したら、行きたい、なんか普通にめちゃめちゃ美味しそうですよね、ご飯、うんうんうん、美味しい、行こうかな、なんかチーズをメインにしてるのかなっていうコラボメニューで、全部にチーズが入ってて、美味しかったです、そうなんだ、うん、行ってみたい、チーズ最強ですからね、そう最強でした、コースターは誰だったって来てるけど、コースターはモモネと言ったんですけど、うん、私はあのフーワちゃんとナギさんをもらって、モモネが、ミカニャンとフーワちゃんでした。おお、フーワちゃん、フーワちゃんとかぶったんです。なんかこういうのってさ、なんかこうあれなんでしょう、もうその場でトレードしちゃうんでしょ。そうそう。なんかそうなんかファンの方が多分なぎさ推しの方がいらっしゃって、うん、ちょっとあみたいになってて、うん、ちょっと言ってきたらみたいな会話してたんですよ。いやさすがに言えないよみたいな会話してたの、でもさすがに私もあげれなくてちょっとトレードできなかったんです、ごめんなさい見てたらおもろすぎでしょそう普通にもうオタクさんみたいになってさすがにメンバーには言いにくいね、そう言いにくいと思う、交換してくださいって言われたみたいな、でも全然交換したいですよ、うん、私だったらね、誰が欲しい、うん、トレしたいですね、誰ですかね、誰とトレードしたい、誰とトレードしたい、誰とトレードしたい、誰が欲しい、誰が欲しい、でも私も渚さん欲しいです、本当にトレードしないよ、あげるよあげるよ行っちゃうよ、でも誰出ても嬉しいですね、うわー、はい、かわいい、これです、あげちゃうよいいな、そうぜひ行ってください、ね、皆さん、行ってみてください、はい、行きます、うん、よかったよかった、以上です、はい、はい、パチ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 、では続いてアテクシー、はい、めちゃくちゃめっちゃいいタイミングで、お、なんや、
まあ、昨日っていうかさっき見た夢の話なんだけど、夢夢なんかマンホールが上から降ってくる夢で、怖っ。でね、も何人かいて、はい、公演中にその降ってくるから、なんかうちらもなんかマンホール降ってるらしいんで、なんか帰り道気をつけてねみたいな感じでこう一声を後にしたんだけど、おもろい。それをなんかかいくぐってなんか帰るみたいな感じなんだけど、なんかその解除方法がそのあったの、なんかそのボタンを、それをそのボタンを押そうとしたタイミングでちょうど私が起きてしまったんですよ。いやー、ちょっと気になるな。でだからイマジナリー、その私のあの劇場公演の周りのマンホールの世界は今もマンホール映ってる。ちょっとアンチさん、あのゲームのしすぎじゃないですか。もう本当アンチさんワールド開きすぎです。夢が夢までおかしい。夢の内容が気になりすぎて。そうそう、なんかこう、でもさ、最近よく見るのはその NMB のメンバー対 NMB の大人っていう、うわー、なんか好きそうやな。NMB の3対 NMB のメンバーとかもある。めっちゃ気になります。1回見た夢だと、うん、そのファンの人と NMB のメンバーがその殺し合い、あ、その鉄砲とかで打ち合いをするみたいな感じで、それでファンの人もなんか渋々、ちょっと渋々な顔で私たちのことを撃ってきたりとかして、助けてよみたいな、あなたたちファンなんでしょみたいな言ってて、なんかもう地獄になってきた。ゲーマーやな。ゲームのやりすぎですね。やりすぎです、それは。あんまりゲームしすぎるとこうなるからね。楽しそうですね、夢も。楽しかった、まあ、楽しくはないけど、怖かったけど、面白い。現実で起きないからめっちゃ面白そうです。確かに、わかんないよ、もしかしたら現実で起こるかもしれない。やめて。怖い、やばい。面白い。はい、好き。うん、夢最近見ないな。そう、見ない。はい、そうなの。私はいつも誰かから逃げてます。え、なんか大丈夫か、お母さんも。すごい殺されそうになるんですよ。でもなぜかいつもショッピングモールの服屋さんにいて、うん、プラス全裸なんですよ、私。なんで、ちょっと大丈夫。だからあんま逃げてます。私基本逃げてますね。あとキツネに逃げ、キツネに追いかけられたりが多いですね。ナナコちゃん、そうかも。そうじゃん、逃げなきゃ。もうちょっと距離を置こうかな。でもなんかやじゃない、全裸のハーサーをナナホが追いかけてるってやじゃない。おもろい。皆さんはね、ぜひいい夢を見ていただいて。本当だよ。本当です。ということで、以上、たつなし NMB48 でした。はい。はい、では次のコーナーに参ります。 NMB48、はい、NMB48 のしゃべくり相談室。イエーイ。はい、このコーナーは皆様から事前にいただいたさまざまなお悩みに私たち NMB48 がどんどんお答えし、バシッとお悩みを解決していこうというコーナーになります。はい、解決、はい、解決内容、解決の解決内容はもう一切責任持ちませんので、そこのとこお願いします。はい、お願いします。譲り合ったな。ごめんなさい。それでは最初のお悩みに参りましょう。最初のお悩みはこちらです。何ですか。カイリンゴケロさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。個人的には柄や色味がある派手なファッションが好きなのですが、女子はシンプルなファッションが好きとよく聞きます。メンバーの皆さんは男性のどんなファッションが好きですか、とのことです。男性のファッションの好みですかね。気によるかな。でもこの、でも私あります、もうこれっていうのがあって。何冬なんですけど、うん、冬にこうタートルの、ニット、白い、白とかのニットを着て、
それでコートを、長いロングコートを着てる人がめちゃめちゃ好きで、あ、大人っぽいですね。あ、そう。とりあえずタートルのニット着てる人がめっちゃタイプです。もうそれはもう譲れないですね。あ、そう。はい、もうこれってすぐ出てきました。やばいやん。今世界中のタートルニットだと思ってたわ。あ、どう？タートル。あ、いや、やだ。首短い人に見えます。ひどい。見えます。もう喧嘩だ喧嘩だ。おお。おお。へえ。みもう夏でもみんな着るんじゃん。そんなやったらタートルネック。絶対着ない。ねえ、ありますか皆さん他。どんなんだろうな。え、でもこれが好きとかはないけど。なんかめちゃめちゃな半ズボン履いてる人はちょっと無理かも。あ、どんな半ズボンなん？わかる、なんか女子のショートパンツみたいな半ズボン履いてる方がたまに街でいらっしゃるんですよ、うんうん、なんかもうちょっと長かったらいいのになっていつも思っちゃう。それは思います。私もそう、その他は何でも大丈夫です。めちゃくちゃ、何？ほんとミニパンツみたいな。そうですそうです、ミニパンツ。ライブのアンコールみたいな感じで。あ、そうそうそう、研究者が履いてるやつみたいな。そういう人。そう、あんまり見かけないですけどね。そうそう、夏になったらね、いるんですよたまに。ちょっと 見てみよう夏。見てください。あ、でももしかしたらいずれね、そのファッションが流行るかもしれない。あ、確かに。あ、先取りってことか。おお、最先端。そう、でも一人にやってたらいいかなって思いますね。次じゃん。次じゃん。そうそうそう。なるほど。今すごいいいお手本な。これなんかちょっと腑に落ちたわ。今。まあでも杉ちゃんはなんか似合ってるじゃないですか。スギちゃん以外の人類はちょっとある程度似合ってたら何でもいいと思います。うん、ね、でも自分の着たい服でもいいですよね。柄でもそれを似合うようにかっこよく着てたらセンスいいなってなるし、おしゃれやなってなるし、うん、ね、その通りです、その通りだと思います。はい、解決でした。解決できましたかね。解決。はい、では続いてのお悩みに参ります。ミトンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございま す。今までの人生でウサギと文鳥を飼ったことがあるのですが、今は何もいません。何か可愛いペットが欲しいのですが、おすすめがあったら教えてください。過去、犬以外の小動物で、犬以外です。ハースちゃんと動物飼ってますけど、はい、私今めちゃめちゃおすすめだし、自分がほんまに飼いたいと思ってるのがアヒルなんですけど、アヒル、めちゃめちゃ可愛いんですよ。もう世話は、そう、いや、でもコールダックとアヒルとあるんですけど、種類が、はい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 、やっぱコールダックとアヒルでこうサイズ感も違ったり、その鳴くのが少ない多いもあって、へー、そうなんです。値段もやっぱ変わってくるんですけど、でもめちゃめちゃ可愛くて、でもね、やっぱ水で泳ぎますし、なんかこう、あとおトイレが我慢できないタイプなので、でもちゃんと安心してください、アヒル用のおむつというものが売ってありますので。すごいな。そう、やっぱ育てやすいかって聞かれたらうんとなるけど、やっぱ可愛いからいいなと思います。一緒に泳ぎたいじゃないですか。あ、そっか、水、ずっと水に入ってなくてもいけるやんけ、アヒルは。あ、そうですそうです。うーん、なのでめっちゃおすすめです。お風呂で話しがいってこと？いやいや、でも飼ってる人によればお風呂で泳がせてる方もいらっしゃいます。お風呂一緒に入るのか。嫌じゃないな。可愛いんですよ、幸せですよ。え、だってお風呂、だってお風呂入ったら頭の長いながらのさ、こっち見てきたら嫌じゃない？確かに。なっ
ちゃいそう、お風呂。ええー、そうですか。もう何だよこっち見てって嬉しくなりますよ。おもろいな、おすすめです、アヒル。アヒル多分、なんか尾藤さんもアヒルって言われるとは思ってなかったですよね。確かに。うん、他はありますか、何かおすすめ動物。他、私はカメ飼ってるんですけど。あ、そうなんですか。何でしたっけ、お名前。セバスチャンです。あ、ジャンキーチェーンさん。セバスチャン飼ってるのか。そうなんですよ。でもなんかやっぱ冬は冬眠期間なんで餌もあげなくていいし水も買えなくていいしで楽なんですけど、夏がちょっとね大変かな、カメは。もう1日経ったら水が汚くなっちゃうとかなんで、ちょっとおすすめではないかな。なんで言うたんですか今それ。おすすめやけど可愛いんですよ。でもそう、水を変える気力があればおすすめです。あ、確かに、うん、ね、そうですね。トイレ変えだけ頑張っていただいて、そう、いろんなおすすめしましたね。ね、まあ2個でしたけどね、出たの。いや、だから確かに。アヒルとカメと買ってみてください。はい。確かに。では、続いての、お悩みに参ります。カフェオレさんからいただきました。ありがとうございます。美味しそう。ありがとうございます。美味しそう。あ、美味しそう。モバイルメールが、ブログが更新していたら毎日のようにブログが更新していたら毎日のように書いて返事したりブログにコメントしたりしているのですが、 NMB のメンバーはチェックしたりしていますか。次の握手会やお話し会でメンバーみんなから自分の名前を認知されるにはどうしたらよいでしょうか、とのことです。認知されるのが見てます、めっちゃ、見てます、見てます、面白いしね。面白い、認知あるじゃないですか。この日は何が起きてるからとか、部屋にはこんなもの置いてますって言ったら、 あこの人なんやって分かりやすいかも。あ、確かに。あとあれですね、名前のところにその自分がコメントしてる名前を書いてくるのに、その自分がコメントしてる名前を書いてくださってるってめっちゃわかりやすい。うん、わかりやすい。確かに。ね、ああ、呼んでるから、なんかその名前見たら、ああってなります。あと私、ね、アイコンで判断するかも。ああ、それも見る、うん。特徴的なアイコンの人やっぱり覚えちゃうじゃん。確かに。はい、めっちゃ派手な人とか。あ、そうそう、ね、変わった個性のある人とかね、見ちゃう。うん、でも、ね、リプとかもらえたりとか、なんか例えばお話し会が終わって、今日はこの話楽しかったとかっていうのは、この話したよっていうのをこう送ってくださると、あ、この話した方がこの方なんやって一致しますよね。なんか答えられるんじゃない。ぜひやってほしい。はい、コメントしてくださってる皆さんね、ありがとうございます。ありがとうございます。見てます、ちゃんと。あとリツイートとかいいねが嬉しいな、私ツイッターとかだと。わかります。あの引用リツイートしたら覚えちゃう。あ嬉しい、めっちゃ嬉しいです。引用リツイート嬉しいよな。なんか嬉しいです、引用リツイート。はい、では続いてのお悩みに参ります。はい、石田さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。フィギュアの女王が最近お休みツイートに可愛すぎる写真も載せてるから、オタクはみんな目が冴えて寝れません。でも可愛い写真を見ないわけにもいかず、写真も見てかつ寝れる魔法みたいな方法はないでしょうか。フィギュアの女王ってもしかして
もしかして可愛いケイト、もしかしていい私です、私です、写真見て寝れない、写真、写真を見ないと見ないと寝れないけど、見たら目が冴えてしまう、あ、わかる、あ、なるほどね、ということです、その自分の推しとか好きな人が、うん、めっちゃ自分のタイプって思う画像を載せてくださったら、うん、うわーってなって、うわーってなって寝れへんくなるあれじゃないブルーライトじゃないのそれ、違いますよ違うの、ちょっとはあるけど、口んとこにほくらあるんだね今さ、私、あ、そうなんです、今ねめちゃくちゃデカデカとねティッシュがいるんだけどね、やだ恥ずかしい、そうほくらあります、どうしましょう、でも、あ、興奮して寝れへんってことか、そうそうそう、すればいいすかな寝れない、寝れ、でも私は、でも、うん、何ですか、何ですか、見ないと寝れないもんね、らしいです、動かしてる、なんか冷静になるしかない確かに、でもここにあの可愛すぎて寝れないって書いてるので、うん、ティヒさんが変顔とかにするとか嫌やろあ確かによー、なんでやねんもう、もちひりさんがもうそういう写真をあげないっていう、可愛すぎる、なるほどね、っていうのが、可愛い写真あげます、おひげしたら寝れるっていうコメント来てるけど、おひげせんといてなんだそれいやー、すげーせんといて、ね、ちょっとじゃあちょっと引きで撮ってみます。距離の問題。距離が近いかも。そうそう、ちょっと近いかも。あるかもしれない。距離大事。さすがにやってるぐらいにしよう。そうです。はい。そうします。はい。ジヒーさんが頑張るということで。はい。はい、そういうことで。頑張ります。はい、そして次が最後の。あ、はい、これが最後の。お悩みになります、ニコニコさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、この春大学2年生になるのですが、去年はリモートでの授業だったためほとんどの人と初めて話すことになります、私は一度話してしまえばその後も話せるのですが、最初に話しかけるのが苦手です、一番初めに話しかける時のコツやいいネタがあれば教えてくださいとのことです、最初確かに緊張しますよね、確かに真面目、どうやって話しかけてたっけ、ティヒーさんはあのまず詰められますそんなことしいんや最初に初めましての人にやばいやろある程度仲良くなったらそれは詰めりますけどそれもおかしい話です、詰めるなじゃあ詰められて仲良くなった証ってことですね、うん、ね、そうですね、まあ、確かに詰められたら嬉しいですやばいよほんまちょっとなんかタイミングかかってるなんでも名前のにって喋りかけますね私は、確かに、なんか、何やろう、人の持ってるものとか見てこれ好きなんですかみたいなんで、そういうのいいねそれもね、で趣味の話になったりとかにつなげます私は、いいね、確かにそうなんだ、趣味合う人は仲良くなりますもんね、なんか、はい、話弾みますよね。うん。なんか、あんた、何これ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 、これで初
初めての方ともリモートでこれをして話すってことです。本当にいいじゃん。なんかこれ、もう話しましょうって、なんかいいことが。確かに盛り上がるね。なるほど。いい話があったら、そうそう、パチパチパチって。あー、パチンして。もうこのリモート授業の時代ならではですね。そうそうですね。パチパチ行こうじゃ。うん。絶対になれそう。この人何言って。めっちゃ恥ずかしいよね。やべえやつって起用される。うん、でもこれをねぜひ参考にしていっぱいお話ししてみてください。はい、頑張ってください。はい、ということで、お悩みを送ってくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日のしゃべくり相談室は以上です。皆さんからのお悩みはツイッターのハッシュタグ NMB48 のしゃべくり相談室で今日以降も引き続き募集しています。以上、NMB48 のしゃべくり相談室でした。はい。ここからは最後の週替わりコーナーでお楽しみいただきたいと思います。わー、寂しい。お。最後のコーナーは、ショールーム私的思い出ベスト3。イエーイ。最後は約3年間続いたこのしゃべくりアワーや、ショールームでの雑誌やテレビ、ランウェイの出演権など、ショールームにまつわる自分的に思い出に残っていることや印象深かったこと、面白かったことのベスト3をそれぞれ発表していただこうというコーナーになっています。はい、はい、ね、いろいろありますからね、めっちゃ考えましたよこれ、うん、ね、じゃあそれじゃあ皆さんあらかじめ書いてもらってると思うので、はい、ね、私的ベスト3発表していきましょう。はい、はいはい、じゃあ私から発表します。まず私の第3位はこちら、クマ。クマ、ショールームのクマちゃんいるじゃないですか、うん、それをショールームの中でなんといただくことができます。かわいい、かわいい、欲しいな。そうなんです、これはギフトを集めるイベントでいただいたクマちゃんです。かわいい、かわいい、結構な大きさで、うん、そうなんですね、いいですね、いいな、大事にします。しゃべくりは終わってもかわいい、大事にしていきたいと思います。そして私の第2位はこちらです。ショールームイベント、うん、はい、私が、あ、チーフさん大丈夫ですか？分かってくる、消えちゃった。私があの参加させていただいたショールームイベント一つしかなくて、ほう、それがエモストの出演権をかけたイベントだったので、うん、なんか私的にその一つしか出てないからすごい印象深かったイベントになっています。めっちゃ頑張ってたもんな、うん、ありがとう、ね、あの皆さんも応援してくださった皆さんもありがとうございました。おめでとう、はい、ありがとうございます。そして第1位はこちらです。じゃじゃん、第3回ドラフト会議。ほうほうほう、私は、あの私とハースちゃんはドラフト会議で、はい、あのショールームを通してファンの方に投票していただき、48グループに入るっていうシステムの、あのシステムで加入させていただいたので、もう私たちが今 NMB48 にいるのはもうショールームのおかげなんですよ。そうでしたね。そう、はい、そう、なので投票機能を使ってやってたんですよ。はい、なのでもう第1位です。ね、そうや、そうや、こんな感じです。私のうわ、今思い出したわ。へえ、ショールーム、ね、はい、運命を左右、確かに、はい、ね、それね、ちょっと高校生のね時からショールーム配信もやってたので、はい、そうなんですよ、確かに思い出深い、うん、名前も出してない時からやってて、ね、なあ、エントリーナンバーの時そう、名前無理やったんや、出されへんかったんや。そうなんです、みんなエントリーナンバーを組み合わせてなんかとか、ニックネームを作るとか、ニックネームを自分で作ったりとか、何やったん、みんなのニックネーム、母はとか、
いや、私、確か35番ぐらいやったと思います。なんて名前にしたの？覚えてないです。みー、みー。あれ、35やったかな？60何番やったかな？みーこちゃん。全然ちゃうよ。あれ？ちょっと、忘れちゃいました。あ、60何番やったかな？35番、あれ？35番やって。35番、みーこちゃんだってよ。ミーコスそのままなんですよ、3と5で確かにミーコちゃんだったへぇ、そうでした、懐かしい。あ、ヒートは私は59番でした。なんなにちゃん、ロクーちゃんです。あ、かわいいよ。かわいいかわいいまあでも確かに 5と9って難しいよね。難しい、うん、もうそれ以外出てこなかったんですよ。悟空のコスプレもしてたらめちゃくちゃかわいい見たいそうだったの。そうなんですよ頑張ってたんや。頑張ってたね自分でやっといて暴露することになると思わなかったです、ね、今考えたら、ね、昔隠してたんです。親にやらされてた感で配信してたってかわいいなんかそれでなんかカメハメハの時に電波悪くなってたのすごい売ってるやん、ほんまに。ガチの悟空じゃんめっちゃおもろいやん持ってるな、ケイト。こんな面白い。ロクーちゃんと呼ぼう、これから。ロクーちゃん。ロクーちゃんに見えてきた。すごい。お願いします。よかったね、しょうつきケイトっていう名前をね、ちゃんと出せる。はい。はい、しろ、ロクーちゃんよかった、ね、よかった、本当に。よかった。ずっといじられそう、これ。ロクーちゃん、人々に足向けて寝れないよ。面白い。面白いね。そんなのがあったのか。はい、ね、おめでとう。無事本当に、ね、入ってきてくれてありがとうございます。はい、では次でどうぞ。はい、じゃあ次私行きます。はい、私的、ベスト3、3位はじゃん、ゆうかちゃん電波事件です。お、ゆうかちゃん。これは本当私が出てたあの1個前の配信でミックスジュースのメンバー4人で配信したんですけど、ゆうかちゃんの電波が悪すぎて、ゆうかちゃんが喋るたびに声が聞こえなくなるんですよ。でもジェスチャーと聞こえてるやんめっちゃ戻ってくやんそうなんです。もう悟空のパワーでもう聞こえなくて、でもジェスチャーと口の動きで何て言ってるかを当てるっていうゲームをひたすらやってたんですよ。もうゲームやったな。でもそれ4人でよかったですよ、本当に。私1人でどうしようかと思ってたんで。もやあの頃は1人でわーってなってた。もやね、それ面白い思い出。面白いなそれ。そして次第2位はこちら、ハートコンビ、うん、あっこれはそう、これはですね、1年前か2年前かのクリスマスで、うん、まだこうスタジオに行ってちゃんと2人で配信するっていう時やったんですけど、うん、その時に初めてケイトと2人でやって、うん、でそこでハートコンビっていうそのコンビ名もつけて、そういうね、なんていう、二人のこうセットっていうのができたんですよ、うん、そこで。へぇ。なので、めっちゃ楽しかったし、クリスマスだったので、クリスマスケーキとかも食べて、めちゃめちゃ楽しかった思い出があります。ケイトめっちゃ、電波悪いで、ケイト。確かに、電波悪い動きはしてたけどね。ずっと、ずっと。嬉しすぎてね。そうそう、嬉しかったんや。へえ、かわいい。ハートってかわいいですね、コンビ名。確かに。うん、気に入ってます。いいなぁ。いいなぁ。ケーキいいなぁ。続いて、はい、第1位は、じゃん、はい、マグロ
解体廃止です。そうあったじゃないですか、マグロ解体ショーの特別配信、うん、あったね、出ました。あれもめちゃめちゃ美味しかったし楽しかったので、はい、しかも大人数でやるっていうのが、うん、もうメンバーみんなで一緒にやるのが楽しくて、うん、なんかまたああやってやるのいいなと思います。メンバーでめっちゃ大人数で配信したいなと思います。確かにできないもんね今、うん、はい、絶対できない ね、そんな、うん、そうなんですよ、ね、わちゃわちゃした配信したいですね。楽しかった思い出ばっかりでした。ありがとうございます。ショールームさんもう感謝してます。本当ありがとうございます。以上が私の大、はい、トップ3です。はいはいはい、ちょっと私次行きたいわ。ちょっと、はい、あまりにもちょっとあのな内容がなさすぎてちょっと割り込んできた。ちょっとね、ちょ締めはねチップに託します。わ、はい、かりました。私はあの3位これオフライン配信を、まあね、オフラインで配信してた時代もありますよと。はいはいはい。続いて第2位、オンライン配信。この1年でね、まあ、オンライン配信にあのなったよねっていう。変わりました。そして第1位、マグロ解体。ああ、一緒や。すみません、ちょっと趣旨を間違えていてね、こうちょっと、はい、こんなことになったんですよね。こう楽しかったよっていう。めっちゃ薄い。そうだからさっき引っかかったの。あの私ポキ丼っていうのが好きで、はいはいはい、マグロとサーモンを角切りにしたやつに、うん、あの、はい、アボカドを入れてオリーブオイルじゃあごまかっていう、やってそのポキ丼をその、うん、がをなんかやりたいやりたいみたいなのをツイッターで言ってたら、それを見つけてくれて叶えてくれた。すごい、ちゃんとねマグロ以外のお刺身も、うん、そのアボカドとか野菜とかも用意してくださってましたもんね。そう、だからねわがままも言うもんだなと思いました。美味しかった。美味しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしい。では最後チッヒーさん。はい。いなくなった。あ、戻ってきた。いきます。私の3位は、はい、じゃん。エモストの出演権をかけて自分との戦いは、これはねケイトと同じで、私もエモストの出演権をかけてショールーム配信をしたんですけど。はいはいはい。すっごいみんなすごいなと思って、この時ショールームイベントをする、ね、そうなんですよ。なんか朝から配信して今回は3時間までっていうの決まってたんですけど、昔とかは決まってなかったみたいで、その時間がやったもん勝ちみたいな感じだったらしくて、このなんか朝起きるのもしんどいし、でもみんな見てくれてるしっていう、なんか自分との戦いがすごい、なんかすごかったです。だからみんなのこと尊敬しました、この時に。なんか私やったことないの、そのそういう、はいはいはい、だけどやってる人がさ全員さ朝の5時からさ夜の0時になるとか、なんならもうちょっと配信中にもう寝ちゃってるみたいなこと、そうさみんなやっててさ、はい、なんかこっちまでね、その心配になる、ね、確かになんかスケジュール組んだりとかもすごい計算して難しいじゃないですか、それがほんまにすごいなと思って、やってなかった側も、もうほんまに尊敬しかなかったです。みんな本当にねすごい偉い、すごかった本当に。そうでもね、こうやって企画してくださるショールームさんにも感謝ですね。みんなにチャンスがね与えられますから、賛否両論とかあるだろうけどね、すごいそれも、ね、やってくださってて、ね、
まあ、でもいい思い出です。楽しかったなっていうのが勝つ思い出です。いやそう本当にそう思う、やってよかったと思いますよね。うん思う。うん、ありがとうございます。じゃあ次行きます。はい、第2位はじゃん、磯ちゃんの恥ずかしかった話が漫画並み。やめたメンバーの名前。やばいよ。あのスタジオで2人でやるとき、はいはいはい、に起きた話なんですけど、あの恥ずかしかった話みたいなお題を聞いて、ガチャガチャのやつ。そうそうそう、それであの話してたんですよ。じゃあ磯ちゃんがこの前あった話なんだけど聞いてって言って聞かせてくれたのが、はい、あの私たちって新幹線昔とかねよく乗ってたじゃないですか。握手会の時、はいはい、そうですそうです、握手会の時とか乗ってた時にあの何やっけ、女の人が、ちゃうわ、トイレ行きたいなと思ってトイレ行ったら、女の人がバーンってトイレ開けて見られたみたいな、えという話で、でそれ何回も悪いのよみたいな話をしだして、なんでどういうことみたいな。つまり決めてないってことだよね。そうですそうです。なんで決めないよね。そう、あのガチャンロックするところはちゃんと待機しますね。そう、そのロックをすることによってその今、その空いてるよとか入ってますっていうの分かるんだよ。はいはいはい。だから多分閉めてなくてこの光ってなくてランプが、はい、で女の人がこうトイレ行こうと思って入ってきたんだと思うんですけど、もしそれが男の人だったらどうすんねんっていう。ほんまですよ。そう、漫画とかドラマでしか聞いたことのないような話をしてました。しかも何回もあるっていうのが怖いです。そう、何回もあるのよって話してた。気をつけてほしいですね。はい、で第1位はじゃん、しゃべくりアワー100位直前スペシャルです。これはあのスタジオで何人かが集まって、はい、たこ焼きを作ったりとかお話をしたりとか、そういう100回を迎えるためにやった配信なんですけど、私そこであのそのマグロね、みんなが言ってるマグロの解体ショー出させてくださいってめっちゃ言ってたんですよ。あ、そうだったんだ。そうなんです。やのに出させてくれなかったんです。あーなんで。悲しいあったよね、なんかその時ね。そう、なんかあったと思うんですけど、うわこれはほんま出たかったなっていうのがあって、うん、ちょっとだからまた機会があればショールームさんお願いしますっていうので1位にしました。マグロの解体ショー、もう一回そう願いを込めて。マグロじゃなくていいです、あのサバとかでもいいんだよ。ちっちゃいちっちゃなった、はい、めっちゃいいじゃんいいじゃん、サバかしぜひやりたいですね。はい、という楽しかったなっていう話でした。なんかいっぱい思い出ありますね。こうありました。いろんなメンバーの話も聞きたい、ショールームのこういう話。確かに、ありたい。楽しかった思い出をたくさん聞いていただいたところで全員の発表が終わりました。ここでは言えないくらいたくさんの思い出がしゃべくりアワーにはあります、ね、視聴者の皆さんもショールームの思い出よかったらコメントしてみてください。お願いします。お願いします。コメントとか何か来てたりしますか？コメントはね、バ女、なんだろうこれ。バ女？伊勢海老。あ、マグロじゃなくてってことです。あ、やばい。このまま。ここで来た。お疲れ様です。あ、危ない。危ない。では皆さんありがとうございます。皆さんの思い出もたくさんあると思います、はい、番組は今週で終了してしまいますが、はい、もちろん個人の配信は続きますので引き続き NMB48 に注目していてください。はい、以上しゃべくりアワー私的思い出ベスト3でした。はい、ありがとうございます。
ます。ここではお待ちかねのスクショ映えのお時間です。はい、ショールームは生配信ですので、なかなか止まっている場面が少ないので、皆さんも写真に収めにくいかと思います。そこで、この時間はあえて私たちが止まっているポーズをとって、皆さんにパソコンやスマートフォンでスクショしていただこうというコーナーです。私たちは頑張ってスクショ映えするポーズを撮りますので、皆さんも撮ったら番組ハッシュタグ NMB48 のしゃべくりアワーで番組の感想とともにガンガンつぶやいてください。はい。はい。はい、皆さん、スクショ映えしそうなポーズをぜひコメントお願いします。お願いします。あとは書いてないけど、カメハメハポーズと来ていますね。あ、いいですね。やりたい。テンポ悪くなりませんように。カメハメハ。なんかケイトめちゃくちゃ上手じゃん。どうしたの？確かに。さすが悟空ちゃん。悟空ちゃんってこと？ちょっとハーサ食らってみて。やってみて。カメハメハ。あ、そうそっち。あ、すごい。こっちですか？そう、そっち。あ、あ、違う。逆から来てる。ケイト合ってる。あ、そっちから来てる。はい、やって。こっちから。うん、やって。怖い。ちょっと待って。やられて。うわあ。はい、いい感じ。急な、なってますか？食らってる、食らってる、食らってる。あ、食らってる、食らってる。はい。ナイス。こんな感じでしたね。うん。最後もう一つぐらいしてきますか？もう一つぐらいしてきますか？キュンポーズ。キュン。キュンマートってことですか？キュン。あ、押しとこうかな。まあ、シーヒー押しとこうかな。2位だから私詰めないで。ね、バレちゃうよ。はい。キュン。そんな感じですかね。はい。ありがとうございます。皆さん、いい写真は撮れましたでしょうか。はい、コメントたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。NMB48 の家からサブクリアはもう、終わり終了時間を過ぎてしまいました。そうなんですよ。もう、喋りすぎちゃって、2分しております。はい、最終出演でしたが、皆さんいかがでしたか？楽しかった。楽しかった。笑いました、めっちゃ。めちゃくちゃ楽しかったですね。ね、うん、こんなさ素で喋れるのあんまないから楽しかった。ねえ。はい、明日のしゃべくりアワーは、泉彩乃ちゃん、佐田のはるかちゃん、勝負まりんちゃん、本郷ゆずはさんが出演されます。はい、はい、ここで私たちからのお知らせです。今流れている NMB48 の24枚目シングル。恋なんかノーサンキューが実際発売中です、うん、そしてこの番組終了後すぐにですねショールームのこのチャンネルでもミュージックビデオが流れるのでぜひチェックお願いします。はい、はい、皆さんなんか告知したいこととかありますか？まあ、NMB の告知なんですけど、ね、その2020年のライブ DVD が、はい、DVD ブルーレイが発売となっております。10周年ライブ、次世代コンサート、吉田あかりさんの卒業コンサート、村瀬さやさんの卒業コンサートの4本が入った NMB48 フォーライブコレクション2020です。おお、盛りだくさんですね。ね。あとは、その、さっき、ティフィックも話したけど、グッドスプーンさんと今 NMB48 がコラボしていまして、大阪はナンバシティかな？はい。グッドスプーンのお店がありますので、ここでコラボメニューとかコラボドリンクがあるの？コラボメニューとドリンクがあります。で、あってなんかそのコースターとかがもらえて、それがねトレードするのがなんか、そう、あ、グッズとかもねランダムで発売されてるんで、ぜひ、ね、はい、なので来てください。はい。あと個人になりますか？あとヒラパーさんですね。はい、そうですね、ヒラパーさんも。はい。はい、
ミラパーさんも。VR のやつだっけ？そうです、はい。VR とかプリクラとかもあったり。あとメンバーの初期からの生写真が飾られてあったりとか。やば。と、メンバーの歴史がたくさん見れる。すごいね。結構豪華だね、ミラパーさん。そうですね。すごいんですけど。ポムポムプリンカフェもコラボしてるらしい。やば。そうですよ。今、第2弾のね、はい、メニューが出てますので。ぜひね、食べてみてください。よろしくお願いします。お願いします。なんか、この後、YouTube でゲームします。はい。じゃあね、パソコン、スマホともに画面右上にハートマークがあるんですが、それを押すと、この番組をフォローすることができます。フォローすると、ショールームアプリをインストールしているスマートフォンに、番組開始と同時にお知らせが行きますので、次ね、配信があった時に、明日とかね、見逃さないためにも、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。何度も言いますが、今週でしゃべくりアワーは最後となります。皆さん、最後までお楽しみください。お願いします。ここまでは、ミケイトと、南ハサと、ひひちゃんと、ひづかちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、しゃべくりやま。ありがとう。私は、あと、しゃべこに出るよ。Oh,